ヘルマンリクガメは、爬虫高カメ、木陸ガメ、カチ中海陸ガメ属に分類されるカメ。アルバニア、イタリア、ギリシャ、クロアチア、スペイン北東部、セルビア中部及び南部、トルコ、フランス南東部、ブルガリア、ボスニアヘルツェゴビナ、モンテネグロ、ルーマニア南西部最大高潮35センチメートル。2006年に発表されたミトコンドリアの 全延期配列を決定し最大節約法及び最優法によって推定された分子系統解析では地中海陸亀面属ではなくインド陸亀面属やパンケーキ亀面属、四つ指陸亀面属と単系統群を形成するという解析結果が得られたことから本種のみでヘルマン陸亀面属ユーロテスト度を構成する説が提唱されたこともある。以前は元亜種の模式産地が 東ヨーロッパと考えられていたため分布域東部の亜種が元亜種とされ、西ヘルマン陸亀に対して、学名 TH ロバートマーティンシーが当てられていた。後に元亜種の模式産地がフランスだと判明したため、元亜種は分布域西部の亜種である西ヘルマン陸亀になり、分布域東部の亜種は、学名 EH ベトレリーが当てられるようになった。亜種を 独立種とする説もある。以下の亜種の分類は、タートルタクソノミーワーキンググループに従う。標高1500メートル以下にある乾燥した上緑紅葉樹林に生息するが、その周辺にある草原、干木が点在する乾燥した丘陵や斜面にも生息する。産地では明けた落葉樹林で見られることもある。紅葉樹林を開発した畑や果樹園、 牧草地にも生息する。地中海性気候の地域では、夏季になると、主に白明白母地に活動する。冬季になると冬眠するが、イタリアやギリシャなどの南部個体群では、気温の高い日に活動することもある。主に草を食べるが、木の葉や多肉植物なども食べる。果実や動物質などを食べることもある。繁殖様式は乱生。 主に春季に交尾するが、周期に交尾することもある。オスは交尾の前に、メスに噛みつく。お先端の針状鱗で、メスの相配泄口周辺を刺激する。メスの上に乗って、前肢でメスの肺甲を叩くなどの行動を行う。1回に2から12個の卵を産む。卵は90から1 0 8日で孵化する。摂氏26度の環境下では83日、29。 摂氏34度の環境下では56から58日で孵化した例がある。少なくとも、亜種、東ヘルマンリクガメは、性染色体を持たず、発生時の温度によって性別が決定する。31摂氏32度では、雌雄ともに生まれるが、25摂氏30度だとオスのみ、33摂氏34度だとメスのみが生まれる。農地開発や牧草地への転換による、 生息地の破壊、害獣としての駆除、ペット用の乱獲などにより、生息数は減少している。1975年のワシントン条約発行時から、地中海陸ガメ属単位で、1977年からは、陸ガメ化単位で、ワシントン条約付属書2に掲載されている。多くの生息地では、法的に保護の対象とされ、採集や輸出が制限されている。 ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されている。1980年代までは、トルコや、東、ヨーロッパ産の野生個体が輸入されていたが、近年は主に飼育か繁殖個体が流通する。主にアッシュ、東ヘルマンリクガメが流通するが、元アッシュも流通している。一方で、アッシュ間雑誌の可能性がある個体の流通も多い。 主に流通するのが飼育か繁殖個体のため、陸亀飼育の入門種として紹介されることもある。テラリウムで飼育される。災害亜種である亜種、東ヘルマン陸亀でも飼育下で大型化することが稀だが、活動範囲が平面に限られるため低面積の広いケージを用意する。飼育下では、カルシウム含有量の多い葉野菜を与えるか、爬虫類用のカルシウム剤などを添付して、 カルシウムを摂取させる。オス同士で争うことは少ないものの、発情したオスはメスに噛みつくなどして、交尾を迫るので場合によっては隔離する。ありがとうございます。